はい、すごいチャンネルです。今回はアルファ使っていきます。まあアルファというよりはオメガが主人公かなみたいな感じなんですけども、まあとりあえずね、中村8編成頑張っていきましょう。まあオデドラはちょっと置いといて、オデドラは中村8さんじゃないよね、誰かわかんないですけど。で、強いのはオメガだけじゃないんすよ。アルファのね、L 字も舐めてもらっちゃ困るんすよ。 L 字組まなかったけど、ちょっと OKOK。 いや、これ普通に強いから。3000万出てんだよ、やばくない？アルファつか HP50 万近くあるけど、やばすぎでしょ。 L 字消ししたらちなみに1000万余裕で出るからね。いやー、これはね、マジでアロンアルファ神よ。君にくっつけよ、ほんとに。オッケー、まあ見とってくださいよ。盾張ったこいつをね、まあこんな雑魚覚醒がね、雑魚覚醒がやりますから。いやー、 L 字の時代来ちゃったね、これね。もう完全に L 字の時代が来ちゃってんだよね。やっておしまいよ。無理でした。はーい、さすがに無理でした。ちょっと火力足らず。お邪魔花火だよなこいつな、確かな。発狂が、発狂の前か。どうすかね。いやー、お邪魔花火来るぜ。で、サマソ、こっちのサマソ打っとこうか。ですね、これはですね、あー、なるほど。もう1コンボ欲しい。うわ、カズコンボさん、これでなんとかなると思う。 OK、 十分 L 字も強くなった、5個で。うわ、めんどくさい。あー、でもめんどくさいって言ってもこいつね、1コンボでいいからね。耐久ですよ、スキルダメ、ただのスキルダメ。はいはい、頑張れ。余裕の耐久だったよ、ほんとに。めちゃくちゃ余裕だった。操作時間がお互いないからね、まあそこ欠点なんで、まあパズル力勝負ということでね、頑張っていきましょうや。木が一個もねえぞ、木が一個もねえぞ。木一個もなくても L 字でなんとかこいつぶち抜けねえかな、真ん中のやつ。いや、なんとかなんないかな。ちょー、なんかもう本当に迷った瞬間終わりだわ。きついわ、さすがに。割合なんだよな、割合からのダメージからの割合だからな。まあでも4万なんとかなるか。ミスれないっす、正直ミスれないっす。もうむずいわ、さすがにむずいわ。6秒だと全然パズルできねえな、マジ。ルート決めてやんなきゃ、本当に無理だぞこれ。イノセントシンパシー、イノセントシンパシーか。ちょっと回復、根性はないね。多分これ倒せると思う。 OK。 いやー、結構大変だな。悪魔キラー、まあちょっとゆとりバルファルクなんだよな、パズルがゆとりバルファルクだから、これで抜けるかな。いやー、ちょっと抜けねえな。それじゃあ L 字消し組もっかな。まあでも組まなくていいか。
あ、いや、いらない色は消す。オッケー、ナイス。追加攻撃落ち込ん。オッケー。1800万よ、これで。やばくないオメガ。で、お互いで毒耐性はとりあえず 100% にはしてる。だからねー、セブンザール出たらな、やりやすそうだな。まあ、そこまでまず行かなきゃ。一回ね、ディエイトルスまで行ったんですよね、前回。ディエイトルスまで行って、なんだったかな。セラーまで行かなかったから、ディエイトルスの何かで負けた。発狂ゾーンに行ったのか。発狂ゾーンに行ってしまって、相手の発狂は強すぎたわ、さすがに。うわぁ、これはね、ここぞとばかりの LG を組みたい。ここぞとばかりの LG を組みたいがね、そんなに、あー、ちょっとモスドロップミスったわ。これ、やばいわ。あ、待って、ダメだ、ダメだ。木の落ち込んだ。木がダメだ、木が決めれなかったわ。むずいわー、ちょっと。オッケー、ナイス。どれぐらい削れるよ。あー、L 字組みやすい。無慈悲が来そう。起動か。起動来たら無理や。無理。オッケー。頑張ろうや。頑張ろうやっつっても。こんなんでいけるかな。オッケー、ナイス、落ち込ん。これはいけたわ。オッケー。よし、桜溜まったね。桜とかがね、マジででけえ。HP 割合攻撃、割合回復？ HP 割合回復のスキルがめっちゃでけえ。何十万も回復できるから、マジででかい。割合攻撃にもめっちゃ弱いんよね。軽減ないからさ。火が欲しいよー。オッケー、来た来た来た。でもこれハートで、ハート生成であの消されそうな気がする。お、消されなかった。ナイス。まあこんなもんで。もうちょっと組めたな、頑張れば。おー、闇の列。うん、強い強い強い。無難に強い。オッケーオッケー。開始の一撃ってそんなもんか。はい。キョンちゃんはね、キョンちゃんはとりあえず耐えれる。つか木のエルジ組んだら右のやつも倒せるから大丈夫。属性はほとんど火とね、木だからね。まあ、ドラクリスト来たら、まあドラクリストはね、最初の割合が痛いだけで、他は全然耐久できるから、それをどうにかすればずっと耐久。欠損もないし、火の L 字もある。まあ次の敵は普通に倒せるけど。何かしらのキラー振ってあげてもいいんだよな、オメガに。適当に。まあ、L 字消し組めそうだったら組むか。組めそうにないんで組みません。きついなぁ。7コンボ、まあできればしてあげたいからな。6秒ってなかなかのハードルよね。 OK、 余裕。ちゃんと考えていこう。考えてね、あんまり考えずに行くとね、マジでしくるから。そこで木の落としが組めそうだけど、組まないスタイルだな、これ。オッケー、これ多分倒せると思う。あー、右が残ったけど。まあいいよ、全然。痛くも痒くもないし、こいつのダメージは。
オッケー。いや全然余裕。まあこのターンでとどめさせてもらってもいいし。次 99% だからな、ここをどうするかだよな。まあこんだけあれば耐えれるか、耐えれるし、なんなら左か右か落とせそう。ね、まあ右ぐらいだったら落とせるんじゃね。ああ両方落とせたわ、強い強い。オメガだわ。ああ、あえてのそこ、回復落ち込んしいね。ああオッケーオッケー、ナイス。よし、ゴエモンは余裕で耐えれるよ。なんかいつの間にかアルファオメガになったけど、ああオッケーオッケー、なんとかなる。こいつはねあんま強くないわ、ただちょっとめんどくせえわ。いやいやめんどくさい。封印がねちょっとやばいかもしんないんすけどね。さあどんなもんよ。結構削るねこれでも。オッケーオッケー。この子たちは封印あるよね。あとはね、火と木がちゃんとあるっていう盤面を引くだけなんだけどね。お邪魔と爆弾生成だから、おお素晴らしい。倒せる？あ、倒したわ。オッケーオッケー、ナイス。いい落ち込んだった、今のは。また火欠損したけど。耐久できるっしょ。あ、でも覚醒無効で HP がアホみたいに下がるわ。まあ、耐久できなくなったら、撃てばいいだけの話だから。とりあえずどんなもんかよ。まあまあ削るな。いや、さくらは最終兵器だからね。オッケーオッケー、全然耐えれると思うよ。いやー水になっちゃったな。闇属性になって 99% カットでしょ。意味わからんよ。オッケー、もう倒せそうだから倒しちゃおうや。全然なんとかなると思うし。うん、オッケーオッケー。回復がない。で次なんかな、パールバティとかでいいんだけどな。あー出た出た、ラクシュミ出た出た、ラクシュミ。俺のターンで暗闇かな、これどうだろう。まあいいや、暗闇のターンにはなりたくない、それだけ。危な、今ちょっと焦ったっしょ。はい、わー俺のターンで暗闇じゃん、もうやだやだ。俺のターンで暗闇じゃん。
やだなぁ、暗闇すごく苦手なんですよ、暗闇。あーでも意外と簡単。十字になってっからこうでよくね。よかった、あんまり難しくなくて。問題はこっからよな。こっからまああれだな、あいつがいいと思う。油断してんだよ、あれがいいと思う。茨城同士でいいんだよな実際。あー覚醒無効だ。どれぐらいいけるかな。こいつの発狂ってなんぼ。念のために。あー全然いけた、全然いけた、余裕だった。ナインガルだ。場面はあるよ、頑張って場面あるから頑張って。こいつ確かね、あーでもめっちゃ強かったよな。ワンパンしなかったら、ワンパンしなかったら意味わかんないぐらい強かったから。オッケー、あと1コンボ、よーし、ナイス、倒せ。うわーマジか、火力足りねえのか。うわーおかしいだろ、桁が。1100100万100万100万1000000000っておかしくない？絶対おかしい火力。よし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 、セブンサル突破。減らせん、ゴーンはやめて。うわゴーンだし、マジ大義。あーやばい、タトロンは発狂ゾーンに行かない限りは耐えれる。回復力半減の方がめんどくさいな。マジかよ、ここに来てマジか。いやさあ、ようやくカーリー戦、日付またいだからね、次の日だよ。カーリーの発狂は確か耐えれたはずなんだよ。最初の発狂は2発受けれるから、とにかく全力回復してから突破していこうかなと。268,920 なので、まあこの体力あれば耐えれるし、向こうはあれがあったはずだから大丈夫。難しいっすよねこれ、ちょっとは削れるわ。こっからな、黒の時来るからな。黒の時来てね、最後は336,150枚、ちょっと耐えれるっちゃ耐えれるんだけど、もうないんで、干渉爆弥、まあいっか、干渉爆弥はいざっていう時のために取っておこう。パスされた、おでドラ打っとく。いやーきついな。もう1コンボ一応欲しい。オッケー、これどれぐらい入るかな。あーまあまあ入る。オッケー、黒の時はやめて。オッケーオッケーオッケー、黒の時はマジで勘弁して。であとはこいつ打ったら終わりじゃない。あいつ打ってうまいこと決まれば終わりなはず、多分。黒の時がやべえな、黒の時来たらやばいぞマジで。今希望しかないのに絶望に変わるよ。そう、それそれを決めてくれ。 L 字でここがアルファの火力なんすよ、君にくっつけなんすよ、ここが。そう、 L 字を2個入れてしまえばね、多分ね、まあそれでもいいや、多分いける。これはいった、これはいける。 OK、 ナイスナイスナイス、マジでナイス、よかった。サマス打って終わろうか。いや最後はサマス打って終わるか。わあ、20P、さすが。いやー、マジでよかった。ありがとうございます。本当に長い間付き合わせていただいて。
はい、ということで今回はアルファとねオメガ組み合わせて裏闘技場クリアしてみました。オメガがね、まあマルチにおいて最強キャラということで、アルファも結構頑張ってくれたんでね、よかったと思う人はグッドボタンね押して帰ってください。でご視聴ありがとうございました。バイバイ。